いらっしゃいませ。何をお探しですか？連絡入れろって言っただろ。こっちは散々心配したんだぜ。俺今中野にいるんだ。会えないか？ちゃんと話聞かせてもらうからな。お前無事だったんだな。どこも怪我とかしてないよな。何のんきな顔してんだよ。心配するに決まってんだろ。親友が突然ハッカーチームに入るって言って連絡が取れなくなったんだぜ。大丈夫なのか？ひどいこととかされなかったか？何があったのかちゃんと聞かせろよな。そのリュウジってやつの誘いに乗ってハッカーチームに入ったわけか。お前何考えてるんだろ。ハッカーなんてお前からアカウントを買ったやつらと同じ人種じゃないか。そんなやつらを信用するなんて。なんだよ、黙りこくっちゃって。力を借りても結局犯人は分からなかった。なんかさ、その割にはお前落ち込んでないよな。何かあったのか？お前ってたまに平気でそういうこと言う。嬉しいけど。なあ、今度は俺もついていくからな。何驚いてんだよ。闇マーケットだって。俺一緒についていくつもりだったんだぜ。それを黙って一人で行ったりしてさ、結構ショックだったんだからな。今度 K から連絡が入ったら必ず俺にも連絡しろよな。約束だぞ。よし、じゃあ俺もう行くよ。話聞いたら安心した。約束忘れんなよな。探偵がご入り用ですか？ようこそ、クレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。お話は中で伺いましょう。おや、君は面白い。やはり君とは縁があったようだな。そうか、まだ名乗っていなかったな。すまない、素性を隠したがるのは私の悪い癖でね。私はクレミ京子。見ての通り、しがない探偵だよ。この中野で
探偵事務所を営んでいる。立ち話もなんだ。とにかく中へ入り構え。どうかしたかね。私と出会った時のことを思い出していた。ああ、あれは本当に助かった。あの手のフィールドワークは一人ではなかなか骨が折れる作業だからね。あの時は今のように雑事を任せる助手もいなかったし。うん、今思えば助手というものの良さに気づけたのはあの時の君との出会いがあったからかもしれない。礼を言うよ。そうだ、助手といえば君はあの後に起きたことを目にしたんだ。それは残念。君は怪異には縁がないのかもしれないな。君があのまま新宿にいて、私よりも先にデジタル怪人に遭遇していたら、どうまた違った運命の歯車が動き出し、違った未来が選択され、違った今になっていた。はたまた起こり得ない過去が衝突し、世界が吹き飛んでいたか。その場合、あくまでも固定された現在が存在することが前提となる。いや、せんないことだ。忘れてくれたまえ。ここは単純明快に行こう。そうだな、君はコーヒーは好きかな。客人だというのに何のおもてなしもせずすまなかったね。二人の再会を祝して君に特製ブレンドをご馳走しようじゃないか。どうかしたかな。早く戻らなければいけない。そうか、どうやら取り込み中だったようだね。ぜひ新作の感想を聞きたかったが、またの機会にしよう。君とは縁があるようだ。おのずとそれは訪れるだろう。もし君が優秀な探偵をご所望なら、再びここを、信頼と実績のクレミ探偵事務所を訪れたまえ。高校生の君に高額な報酬は期待できそうもないんだ。何、金銭ばかりが報酬ではないさ。興味深い事件そのものが我々にとってはご褒美なのだ。もっともそれで腹が膨れるわけではないの。
その服は。ひょっとしてお前さん龍神とこの新入りかい？俺かい？なに、俺は龍二や千歳の馴染みでな、又吉五郎ってもんだ。近くに寄ったもんであいつらの様子を見に来たんだ。二人は留守かい？そうか、いねんなら仕方ねえ。エリカちゃんにも挨拶してきてえとこだが、今日は手土産もねえしな。龍二には又吉が来たって言っといてくれや。お前さんも悪さなんかすんじゃねえぞ。何かしでかそうもんならそん時は逮捕しちまうからな。なんてな、伊達みたいなこと言っちまったぜ。依頼はどうだ？二つとも終わった？よしよし、優秀優秀。そしたらさ、お嬢とエデンに行ってきてくれないか？エデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけど、ちょくちょく点検しないといけないデリケートな代物なんだ。俺もリュウジもザクソンへの報告が終わるまでは動けないし。てなわけで、マルウェアの点検も兼ねたパトロールを頼む。うん？怒らせたばかりだし気まずい？
心配すんなって、もう怒ってねえから。いいから行ってこい。これは先輩命令だ。お嬢にはもう伝えてあるから、先にログインしてるはずだぜ。メインエントランスで落ち合ってくれよ。じゃ、よろしくな。詳しいことはお嬢に聞いてくれ。